はいこんにちはレトスのおのです7月23日の3問に入っていきます A が建築業者 B との間で建物建築の請負契約を締結した A の A 報酬支払い義務と B の建物引き渡し義務は同時履行の関係に立つ、えー、丸かツかという問題です、えー。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、えー、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。えー、で答えはどうなっているかというと、これ、丸ですね、えー。建物建築の請負契約を締結した場合、注文者 A は B に対して報酬を支払う義務を負います。一方で、請負人 建築業者ですね建築業者 B は A に対して、まあ、注文者に対して建物をを引き渡すす義務を負いますこれは大丈夫ですよね A が B に建物を建ててくださいって頼んでるわけなんで A さんは B に対して報酬、まあ、お金を払う義務が出てきます一方で建築会社は仕事を任されたわけなので建物を完成させてそれを注文者に引き渡す義務を負いますよね で、この2つの義務っていうのは、同時に履行しなければいけません。履行するってどういうことかっていうと、義務を果たすという意味です。つまり、注文者 A が報酬を支払うのと同時に、請負人 B、建築業者 B が建物を引き渡すということなんですね。で、この建物を引き渡すって、まあ、具体的に言うと、鍵を渡すっていうことです。つまり、A さんがお金を払って、それと同時に、 A さんは鍵をもらうといったイメージですね。これが同時履行ってことです。同時にやってますよね。同時に義務を果たしてますよね。まあ、これを同時履行って言います。で、この2つのこの関係性、これが同時履行の関係なんですよね。だから今回の問題は正しい、丸になるということです。で、問いにですね、重要事項説明です。建物の貸借の媒介において、 水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨、説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。この場合、媒介した宅建業者は宅建業法に違反する丸かツかという問題ですね。答えは丸です。宅建業法違反です。35条書面の記載事項は苦手な方が非常に多いんですね。でも、理解していけば答えは導けるようになります。 で今回はそれをえ体験していただきたいと思います。飲料水、電気、ガスの供給並びに排水のための設備、これの整備の状況っていうのは、ライフラインに関する内容ですよね。これは宅地建物の売買、え交換、あと貸借、すべてにおいて重要事項説明書の記載事項となっております。 そして、これらの設備が整備されていない場合においては、その整備の見通し、および整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければなりません。この点について、ちょっと考えてみます。あなたが借りる予定の建物、これにですね、排水設備がついていなかったらどうしますか、まあ、排水設備がついていないということなので、まあ、下水道とかがないということです。そうなってくると、お手洗いとかこれ水流せないんですね。 でそうすると、まあ、庭に掘って埋めると。まあ、それしかないんですよで。こうなってくると困りますよね。だから借りる前に重要事項として説明が必要だということですで。これは土地を買う場合も同じなんですね。これ知っておかないと買った後に排水設備の工事費が後でかかってくるって言ったのではこれ困りますよね。だから売買であったとしても貸借であったとしても全てにおいてこれは説明しなければいけないんだということです。 まあ理由が分かれば答えって導けるんですよねで短期講座ではこんな感じで理解をしながら学習できるので実力が上がるんですねなのでもし今年絶対合格したいこうやって理解をしながら勉強したいという方は是非短期講座ご検討いただければと思います今月末で募集終了となりますのでその点ご注意ください短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらからご確認いただければと思います 富井さんですね、国土利用計画法ですえ。事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事がえ、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される、丸か罰かという問題ですね。まあ、これ、どういうことかというと、まあ、届け出したんですよね、とりあえず。 国土利用計画法に基づいて、まあ、事後届出をしたと。そしたら、知事がアドバイスをしてきたと。まあ、これ助言ってアドバイスっていうイメージです。アドバイスをしてきたけれども、届出をした人がそのアドバイスを無視したってことなんですね。その場合、公表される、丸るかツかという問題です。で、これはツですね。助言、アドバイスに従わなかったとしても、公表はされません。まあ、これはね、もう覚えるしかないので、覚えてください。 で、助言より、ちょっと厳しい行政指導ってあるんですね。これが勧告です。勧告。助言より、もうちょっと厳しめな、まあ、注意っていう感じですかね。それは勧告です。で、この勧告に従わなかった場合っていうのは公表される可能性ありますので、まあ、この点ね、対比して頭に入れていただければと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか実際弊社の受講師さんは、既に模試を行っていただいて、 コンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、卓建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講者の中でも、中卒で元飛び職、法律知識が全くゼロ。この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、 なかなか理解できない。解けない問題がたくさんある。今年合格できるか不安。でも絶対今年合格したい。もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座おすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント、一緒に解説に書いてあります。わかりづらい部分もわかりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでもわからない場合は、 直接私にご質問いいたただだければ解説させていただきます今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで是非ご確認くださいあなたの受講をお待ちしております卓券合格目指して一緒に頑張っていきましょう